第42回ローズ SG2、9月15日、中京、芝2000メートル、やや重。ヒンバ三冠ラストの集歌賞、10月13日、京都、のトライアル、3着まで優先出走権、は3歳ンバ15頭立てで争われ、一番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のレガレーラ、美穂、木村哲也旧社、父スワーブ・リチャードは、最高峰から直線追い込むも5着に敗れた。 昨年末のホープフルエースを制したが、今春はサツキ賞6着、日本ダービー5着と2戦未勝利で、今回はデビュー以来初の牝馬限定戦だったが、勝利はならなかった。データで見る、レガレーラの決闘、戦績勝ったのは2番人気のクイーンズウォーク、川田優が騎手。勝ち時計は1分59秒9。2着は7番人気のチェレスタ、西村淳也騎手。 3着は11番人気のセクトバイースと藤岡祐介騎手だった。